なんですか。ボタンじゃなくて、こっちは。あ、スカイツリー。おはようございます、牛尾和樹と。はい、ということで今日は明日が生誕ライブの前日ということで、浅草オフ会ということでね、汗もが一瞬出てきた、ここ。うっちょうでもできた、やばない、汗も。浅草にね、みんなでお散歩するというオフ会をします。まあ、オフ会って言っても何か企画をやるとかじゃなくて、本当にぶらりするだけと、食べ食い、いろいろ食べ食い、食べ歩きか、食べ歩き、食べ食いは一緒や、頭痛が痛いみたいな感じや。なのでね、ちょっと今から雷門に12時集合って言ってるんで、行ってみようと思います。なんか後ろから見たら少年なんやけど。そうなんですよ、このキャップ少年になってるからめっちゃ少年。お姉ちゃんに新しいの欲しいって言って。あ、そうなん、お誕生日に、はい、素敵素敵王子お誕生日おめでとうイエーイ、おめでとう。響き渡ってるから、響き渡ってるから。桜がいっぱい、ありがとうございます。桜がいっぱいありがとうございます暑ない今日。暑ない。なんでなんでしょうね、本当に。なんでなんでしょうね。あ、でもこの涼しい。まあまあ風ちょっと。大丈夫大丈夫、仲間がいるからほら。大丈夫。仲間がいるから。ねえ、暑いもんね。待って、おほら同類がいた。ベッタベタ。ちょ、目立たなくてよかったね。よかったよかった。私の汗を隠していただいて。いや、それでは今月の。書いてるんだねこれすごない、マジでそんなことある。へー、初めて聞いた今日なんか。マジで、あ、そんな時もあるまあ足して2で割れば、でしょ。俺も聞いた、なんでちぎるの、さっき聞いたそれ、なんでちぎるの間に詰め込まれる。俺と同じ状況役割できた、できた。これちぎったら、ちぎってもいいよね、別に。ちぎってもいいと思うよ。詰め込んだから。詰め込んだね。
あ、もう好きな、はい、風にかけてっていいんですよ。めっちゃ桃じゃない、え、ほんまに桃。え、かき氷ってさ、なんかね、あの、色だけみたいな、テレビでやってた。桃色だけだ。言ってもらえれば練乳もありますから、うん、え、練乳そうなんですか、はい、え、すごい。あ、でもミルクありますって書いてあるありがとう。全体的にかけちゃっていいですか。やった、ありがとうございます。やったー、デブの元をかけてもらった。いらないの、こんなに美味しそうなのに。はい、ありがとうございます。はい、ということで2時間ぐらいが経過しまして、みんなでね、参拝をしてお店ができ、はいはい、そしてなんかね、一人ずつみんなと写メを撮りまして、やばい、あっという間だったね。なんか今日炎天下なんで暑いから合計2時間ぐらいかなと思ってたんですけど、2時間半ぐらいちょっと長いことかかっちゃって、あっという間に終わった、うん、たくさんの人が来てくれて、めっちゃ来てくれた、遅かった、本当にびっくりした、本当に。というか初めて来たって方もいらっしゃって、ありがとうございます。ありがたかった、本当に。ほんまご結婚おめでとうございます。この旅はおもてなし、おもてなし、似てるで、似てないね、似てる。言われたことないもん、めっちゃ最近言われるくない。うじょうさんに、うじょうさんに言われる、やっぱりおめでとうございます。